1月5日放送のアベマ TV、ジェネレーションズ高校テレビに、ジェネレーションズ from EXILE TRIBE が出演。今回は、弟分のダンス&ボーカルグループ、ファンタスティックス from EXILE TRIBE をゲストに迎え、全員体験入学でガチンコ勝負 SP として、メンバーたちが様々な種目で対決した。別の記事、ジェネレーションズ、事務所からのお年玉金額明かし、どんだけよ、羨ましすぎる、の声冒頭、リーダーの白浜アランが、形も残らないくらいにボコボコにしてやりますよ、と意気込みを語ると、ファンタスティックスのメンバーは思わず、怖い怖い、とコメントし、スタジオは笑いに包まれた。そして、番組では、デコレーションケーキ対決、と題して、制限時間1人2分間で、8人がリレー形式でケーキをデコレーションし、どちらのチームが上手に仕上げることができるかを競った。2020年おめでたいケーキ、というテーマのもと、早速デコレーションを始めたメンバーたちだったが、ジェネレーションズチームはトップバッターの数原龍斗による独創的なデザインのせいで早くも大苦戦。しかし、2番目の佐野レオや片寄良太のフォローにより、徐々に華やかなケーキが完成していった。そして、5番目の白浜とファンタスティックスの八木優勢の対決では、ケーキの側面をデコレーションする八木に続き、白浜が同じく側面をデコレーションし始めると、ファンタスティックスチームから、あれ、なんか真似されてる、不正、という声が上がった。見てない見てない、と、パクリ疑惑を否定する白浜の様子に、出演者から笑い声が上がっていた。勝負の結果は、綺麗なケーキが完成したものの、最初にベースを作らせてもらった人間からすると、意図が違いすぎるので修正させてもらいます、と話す数原によって、再び独創的なデコレーションに変わってしまったジェネレーションズチームに対し、色味が鮮やかで可愛らしい、と評価を受けたファンタスティックスチームが勝利となった。また、番組内では、メンバーたちのパティシエ姿に対し、かっこよすぎる、新年から萌えが止まらない、イケメンパティシエ軍団、などのコメントが多く寄せられ、話題を呼んでいた。